皆さんご機嫌いかがですか。伊沢元彦の逆説チャンネル、伊沢元彦です。後ろはコミック版なんですけど、逆説の日本史っていうのも足掛け30年やってます。で、他の学者さんっていうか歴史学者さんが知ってて言わないこと、気がついてないこといっぱいあるんですね。そういうのをいろんなところでっていうか、まず逆説の日本史という活字本で指摘してまいりました。ところがですね、まあ世の中にはですね、最近こういう歴史の YouTube なんかすごく人気じゃないですか。そこで悪理という言葉はあまり使いたくないんだけど、人がもう何十年も前に出してることを自分が発見したようにやっちゃってる人もいるんですね。で、まあそういうのが、まあ、不愉快ということもあるし、これは始めたんですけど、つまり私がもうやってますよってことを主張するためと、もう一つ最近初心者に、まあこれは 2,3 年ですね、 2,3,4,5 年か、後ろに映っている逆説の日本史のコミック版っていうのを出した。これは堀江門なんかもすごく褒めてくれてですね、最近ちょっと売れるようになってきたんですけど、これでも昔何十年も前に書いたことをですね、またやってる部分がある。なぜそうかっていうとですね、こういう話題皆さんご存知ですかね。歌舞伎役者に中村獅童さんっていう人がいます。新しい歌舞伎やってる人なんですが、その方がですね、私は勇気あると言っていいと思うんですが、今度長男はもうデビューしてるんだけど、次男が歌舞伎俳優としてデビューしてるにするにあたって、実はうちの息子次男坊は手の指が4本しかあり、両手だったと思うけどね、4本しかありませんということを言ったんですね。これはまあ異常という言葉を使いたくないので、まあ時々人間に出る症状ですね。逆に指が多い人もいるんですよ。こういうことは昔はね、残念ながらなんですけど、白い目で見られたんですね。まあインドなんかですとね、前世っていう考え方をするところは、前世で悪いことをしたからそういうふうに生まれたんだみたいなね、悪口もあった。これはもちろん全く根拠のない、ものでね、こういうまあ先天的な運命といいますか、それは割とね、人間の中にはお医者さんの中に言わせると結構あるんだそうです。ただできるだけみんな隠そうとするからあまり表に出てこないですが、皆さん実はこれ誰でも知ってると言ってもいいと思います。誰でも知っている歴史上の人物の右手の指が6本あったのをご存知ですかってことなんですね。豊臣秀吉です。これはね、とんでも説とかね、私が勝手に言ってることじゃなくてですね、ルイス・フロイスという神父さんというかな、宣教師ご存知でしょうか。戦国時代にローマ法王朝、ローマ教皇の命令を受けて、日本にキリスト教を広めてこいということでですね、やってきたポルトガル人宣教師ですよね。で、彼は膨大な記録を本国に送ったわけですよ。で、それがですね、だから例えば、まあ若い人は知らないだろうけど、昔 NHK の大河ドラマで信長っていうのがあって、そのものズバリのタイトル、緒方直人さんが信長やったんだけど、その時の趣向としてナレーションがなんとポルトガル語だったんですね。ルイス・フロイスが語り部になっているという趣向だったわけです。日本に実際に来て、信長秀吉家康も会ってたかな、会っていて、で膨大なその記録を本国に送ってた。ところがそれがですね、長い間埋もれてたんですね。それを日本の側の歴史学者であり、まあ、言語学者でもある松田喜一さんという方と川崎東太さんという方がですね、全部訳してくれたわけですよ。フロイス日本史という形で中央公論家の社から出てます。でもそれ全部で17個漢文ぐらいあるんで大変なんだけど、その中に書いてあるんですね。実は秀吉という人は右手の指が6本あった。で、最初ね、松田喜一さんもね、後に秀吉というのはキリスト教を禁じますよね。まあこれは理由のあってのことなんですけど、あの時代の、特にスペインやポルトガルの宣教師たちが先頭になって中南米なんか侵略しましたからね。インカ帝国なんかそれで滅ぼされちゃったから、キリスト教を禁止したことは野蛮なことではもう何でもないんですね。徳川家康もそれを受け継いだのは、あれは、日本日本民族を守るためには仕方のないことだったと私は思いますし、これは私だけじゃなくて外国人の学者もあの時代の
ポルトガルやスペインはしょうがないから、それはしょうがないというか、あまりにも侵略的だからやむを得なかったという人もいるぐらいなんですが、ただ、松田さんは最初は、秀吉が後にキリスト教を禁止したんで、まあ、悪口として書いたんだろうと思ってしまったそうなんです。ところがですね、ある人が忠告されたんですね。いや、松田さん、それは違いますよと。日本側の確かな資料にもそのことが載ってますって。それはね、前田利家が家臣のために、子孫のために、胃の祖先の国祖、遺言と書いて遺言と読むんですが、それが加賀前田書庫の奥深くに眠ってたんです。ちょうどフロイスの日本史と同じ、つまり400年間外部の影響を受けなかった。それに同じことが書いてある。前田利家はの、言葉として、太后様秀吉は昔手の指が6本あって、そのことで信長様にも結構まあ差別されたみたいなことは書いたんですよ。だからこれね、もう確定した事実なんです。いわゆる安土桃山時代の学者で知らない人はいないと言ってもいいと思います。ところが皆さんご存知ないでしょ。言わないんですよ、あの人たちは。まあこれは僕はそういう運命のもとには生まれてないので、勝手な思い込みになるかもしれないけど、例えば指を6本生まれてきた人が、あ、秀吉もそうだったのか、でもあの人頑張って天下を取ったんだっていうことが励みになるんじゃないかと思うんですよ。現に中村獅童さんは迷ったんだけれども、自分の次男坊がそうで、それでも歌舞伎役者をこれから続けていくんだっていうことは、多くの人の、まあ、励みになるんじゃないかっていうようなことをおっしゃってるわけですよ。それが正しくないですか？それに大体歴史学者っていうのは、歴史上の真実をちゃんと言うのが本分じゃないですか。仕事じゃないですか。もう松田さんが気がつい、松田さんは自分の著書に書いてます。西洋との出会いとか、それを文庫化した南蛮体行記って本があるんですか。そこにちゃんと今のこと書いてます。でも、他の学者さんはね、みんな知ってて言わなかった。そこで私ずっと歴史推理小説を書いてたんですね。ノンフィクションじゃなくて、フィクションの作家だったんです。でもこれじゃいかんだろうということで、逆説の日本史を書く前に、言霊という本をね、日本になぜ本当の自由がないのか、まあそれは言霊に縛られてるからだってことなんですが、その時に、そのことちゃんと書いたんですよ。今言ったこと、すべて。きっちり書いてあります。このようにですね、小伝社の本として出てるわけですよ。もう今から何十年も前ですね。とか、それからもね、ずっと学者さんたちはずっとそのこと言わないんです。おかしいじゃないですか。大河ドラマでもだから出てこないでしょ。例えばヘレン・ケラーさんは何で偉いのかっていうのは、目も見えない、耳も聞こえない、そういう三重苦ですよね。それを克服したから偉いわけでしょ。秀吉だってね、そのことで随分いじめられたり差別されたりしたんですよ。それは間違いない。昔はさっき言ったの偏見がありましたからね。それをものともせず、まあ、それを逆にバネにしたんだと思いますけど、天下を取ったわけです。秀吉のこと書くんだったらね、そのこと書かなきゃ意味ないじゃないですか。誰もやらないんですよね。だから今後ろにコミック映ってますよ。これ逆あの言霊で書いたのはもう30年ぐらい前かな。その後逆説の日本史の11巻かな。それが秀吉のことを書いてるので、そこにも書いたし、それからこれはに後ろに映ってるのは2、3年前ですけど、逆説の日本史コミック版戦国三英傑編っていうのを出した。その時もちゃんと書いてありますから、ご覧になってください。本当にね、もう歴史学者の先生方っていうのはそういうのが意固地なんだよね。なんか言われると怖いと思って言わないわけですよ。そのくせね、例えば私はずっと昔から言ってるのは、安土桃山時代という言い方はおかしいですよっていうことですね。日本の時代区分、今あんまり使わなくなったんだけど、飛鳥、奈良、平安、鎌倉、室町、安土、桃山、江戸っていうのはね、実は飛鳥って問題があるんですけど、それは、この逆説のコミックでもいいや、第1巻の古代黎明編なんか見てもらうと分かるんで、まあ、そこは問題あるんですけど、それ喋っちゃうと15分ぐらいかかっちゃうんで、簡単に言いますと、政権の事実上の所在地で、言ってるわけですよね。例えば飛鳥時代は問題ないけど、その奈良時代っていうのは平城京に都があった。武士たちが鎌倉を本拠地として政権を作ったので鎌倉時代。
で、その幕府という政治形態ができた後、足利尊氏がそれをリニューアルしたのが京都の室町だったから室町時代。そしてその室町幕府を滅ぼした織田信長の政権が岐阜とかにもあったんだけど、一番かっことした形であったのは安土だから安土時代。これはいいんですよ。桃山っていうのは、あの時代の美術を示す名前でね、桃山美術とか言うんだけど、桃山って地名はあの時代ないんです。秀吉の時代ない。じゃあ秀吉が本拠を置いたとこどこかって言ったら大阪ですよね。大阪もね、坂は土辺の坂です。小里辺になったのは明治維新からですから。だから安土大阪時代と言わなきゃダメ。その後江戸時代なんだしね。これも随分昔から言ってんのにね、彼らはね、外野の声とか言って無視するんだよね。歴史の真実、秀吉の右手の指が6本あったなんて極めて重大なことは、まあいろいろ叩かれるのが怖いんでしょうね。言わない。だから、私は頑張ります。皆さんも応援してください。